じゃあ、裁判所だね。あ、それ上に上げるんだ。あ、でも感染者いるなら、あー、フリッカーいたね。いるね。やばそう。壁越しに一枚いるような感じがしたけど、そういうことか。懐中電灯当たんね。おい、フリッカーはダメ。いやー、隠密どころか大暴れやったな。もうあれ、もう音はしない。ガソリン探そう。うん、うわあ、弾の無駄遣いしたなあ。どんな気分だろう。面白そう。座って証拠品見て、嘘ついてるか観察して。ナイフと5分くれれば嘘かどうか見抜けるけど。うわあ、怖っ。よし、アルコールはね、貴重だから。まあ、数少なくてよかったな。ねえ、手伝って。今行く。それは裁判所って行ったことある？それはそれはまだ見つけてない。全く問題起こさなかったわけ？そりゃもちろん起こしたよ。でも裁判所には行かずじまい。アイテム取ってなかったんだけどな。いやー、物資もったいないことしたな。やっぱ隠密より大暴れやね。駐車場、燃料があるんでしょ？メモの通りならね。じゃあそこ目指そう。駐車場か。この感じはもう一悶着あるね。ベニエ、WLF の勝利は目前と、町はじきに陥落するでしょうねと。フェドラね。それじゃあ自業自得だね。開かない。
来ないよね。よし。へえ、金庫。いやー、1,2,3,4,5,6、6桁はまだ見つけてないね。いや、6桁なんかあったっけ。602306、覚えてたー。602306。やっぱりダメか。はあ、違う。602306ではない。ちょっともう一回。あー、ずれた。最後ずれてた。6023。まあ違うか。60。逆にこっち。おお、そうなる。うわー、これは分かんない。ちょっと探してみようか。ただの書類だったね。これ使えるかもね。おお、武器ね。武器いっちゃいいんだけど、回数制限あるからね。内容は、こいつはフェドラの司令官だったって。ああ、ウルフにやられそうになって逃げようとしてたみたい。あ、書いてあるね。どんだけ大きな集団なんだろう。人数なんて関係ないよ。警戒しないと。慎重第一。ジェシーみたい。86。あの金庫番号は何だろうね。よし。さ。うんで。ちゃちゃちゃ。何かとマップ開きたがるね。
工作速度が2倍。いやー、一旦貯めよっか。あ、これ降りればよかったのか。いやーでも物資がなー、一つ。ダメだね。あ、いやでもここっぽいよね。あ、出るんじゃん。さっき出なかったのバグか。マジか。気をつけて。さて、嫌な感じがするけど。そっちはあかん。もう全然当たんねえ。あいつは絶対やばい。そうくるか、そうくるか。ガレージから出ることすらできなかったんだ。かわいそう。それじゃ何を探そうか。いや、てか、登って戻るのは無理そう。普通に当てるのむずくなっ。リボルバーが当てようがなかったもんね。強化してあれか。ちょっと考えるな。あ、燃料あったね。リピーターかー。燃料あった。ありえない。体、冗談でしょ。そんなに大きいのに。うん、空っぽ。それじゃドームにかけてみる。まあケースだけと。ディーナ、今行く。くぐって。どうも。それじゃ裁判所は空振りっと。ドーム探そっか。
使えそうなものとか集めておいた方がいいかもね。そうそう、そのためにもう一回行くの。いやーマジか、物資が何もなければいいんだけど。地図で見ると、ノーガスって書いてあるけど、アイテムはないかな。なんだろうね、1の時より画面がさ、めちゃくちゃ綺麗なのもあってちょっと怖いよね。多分処分していないから。あー、いけない、マジか。じゃあ物資は一部もうなくなったと。さあ問題はここ。いや、開いてるね。燃料配給。よし、ペドラの人たち戸締まり頑張りすぎ。ボストンは食料不足だったから暴動起きやすかったし。やっぱあれだね、ちょっと反応が鈍いところあるね。まあ仕方ないか。うん、こっちではない。そしたら左側からまた侵入していく感じかな。正面からはなんで降りれたんだろう。ほら通って。これ絶対意味ないよね。またか。動かないかな。よし、さよなら。まあサイレントキルができるだけありがたいね。忍者ね。多分そこ登れないもんね、さすがにね。こっち、匍匐ね。うわ、これはやばい。
こっち抜けていってそれを仕留める感じだね。よし。で問題は、フリッカーがサイレントキルに反応するかどうかなんだよね。怖っ。よし。いやー怖いやろこれ。音がしなければね。よし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 。あー危ねー。さっきの大暴れとは全然違うね。なんか変。まだここに人がいるならこいつら倒してるはずでしょ。ここまでたどり着けなかったとかかもね。ガソリン探そう。まあある意味それはいい情報だね。まあでもどっちだろうな。人がいて物資がある方が。これ絶対ボス出てくるでしょ。何個落としたね。鳥か。鳩だね。ねえエリン、ここシナゴーグだよ。ほう。え、なんでわかるの？ああ、まず壁にメドラーが取り付けられてるでしょ。ユダヤ教のね。第二に私の体燃えてないでしょ。体が燃える？つまんないジョーク。自作のジョークじゃないんだ。もううるさい。ここにいるといろいろ思い出しちゃう。しょっちゅうお姉ちゃんにシナゴーグ連れて行かれたから。ディーナが信心深いなんて意外。全然。でもとにかく生き抜くって伝統は好き。この世界をってこと？それに異端審問の時とホロコーストの時もうちの家系は生き抜いてきたの。なんとかね。まあね、信仰は何かと厄介だからね。よし。こんなもんで OK かな。で、超えると。ガソリンあった。こんなんでいいのかな。それじゃっと。くそやった。ちょっと言葉遣い。ここ礼拝所。燃料あったよ。やっぱマジ。オッケー。ってことは今エリーの背中に銃弾打ち込まれたら爆発するんだね。やっぶねえな。どうだろう、そこまで細かい判定あるかな。いきなり来てバーンは嫌だよ。
あそこだろうね、脱出するには。今も祈ったりするの？たまにね。本当に？いつ？ジャクソンを出た時に一回、ジョエルのお墓の前でも。気づいた時に心の中でつぶやくの。効果あるの？心が落ち着くよ。自分の気持ちを整理できる。あと悲しみと向き合ったり、人に敬意を払うためでもあるの。私にとってはね。はっ。こっちではない。嫌な感じするよね。あれ、しまった。なんか今反応した。ない？よしよし。出れないね。こっちも出れないね。なるほど。そしたら、多分これを左かな。いやー、ジョエルがねー、見直すとね。炎上した理由それかと思ってね、このゲームがね。まあ、確かに1をやって思い入れが強いとそうなるわなとは思った。まあさすがにね、このサイズバーンはないだろうね。これ何？ああ、トーラ。何それ？聖書みたいなもの。ユダヤ教の聖典。へえ。お姉ちゃんに見せたかったな。ニューメキシコで使ってたのは半分燃えてたし。行こっか。全部捨てられたわけじゃないんだ。お。ああ、物資ではない。まあまあ、ぜひぜひ、どうなったか知りたい方は、ねえ、どうなったか知りたい方は、これで過去の動画を。向こうのバルコニーに行けないかなって。オッケー。ちょっと、気をつけてよ。平気。落ちないって。めちゃくちゃこう引っ張ってくれるんだよね、後ろにね。ほい、楽勝。おいで。うん、投げれないかな。投げれなかった。やっぱできそうで、ね、できないな。写真か。お、5774年。タイムスリップしちゃった？違うってば。それヘブライの暦。新年にはお姉ちゃんが蜂蜜ついたリンゴをくれたんだ。食べたくなってきた。トーレス注意に関してか。たどり着けてるといいね。ちょっと会話より先に見てしまったから会話が切れてしまったね。まあいいか。あれ、こんなもん、もしかして。
落ちてやられるとか嫌だからね。よし、これで一旦揃ったかな。そっちは？まあ同じ。屋根のあるとこに行きたい。私ね、農場を持ちたいなってずっと夢見てるんだ。ジャクソンの郊外で。なんで町を出たいの？なんとなく広い空間に憧れてて。寂しそう。一人ぼっちならね。なるほど。羊を育てたり牛の乳搾りとかするんだ。ちょっとからかってる？うん、実際それいいなって。本当？本当。そう、これで待った。なんで達成になってないんだ。だよね、なんか取り忘れてるね。いないか、いないうちに、いないうちに。はあ、しかもいけないの。うーわー、マジか。マジか。そういう感じなんだね、今回ね。取り返しがつかないことが多い。特にアイテム関連。そしたら次は、次はそしたら何になるのかな。入り口に戻る感じになるのかな。だよね、多分そういうことだよね。意外とこう次のクエストみたいなのないからさ、まあ、自由度が高いっちゃ高いんだろうけど。かなりスリリングだったね。あいつらはいなかったけどね。大きな町だし、探し始めたばかりでしょ。そうだけど一人も見かけないなんて。燃料あったあったあった。でもあれだな、通り過ぎたらはきついな。物資が少ないゲームなのに。入れるよ。これでよしっと。私やる。番号入れて。番号どこで、番号どこに入れるの。古いジェネレーターはかかりにくいから多分一発じゃ。なんか言った？別に。そんな覚えてないってパスワード。ここはゲートどれだ。
イーストイースト、あー違う書いてた。イースト2が5345ね。違うよ。すげえ、めっちゃ行きすぎるな。ゴー、わかる、その気持ちわかる。開いた。うん、お出迎えはなさそう。中で待ってるんじゃない？入り口探そう。できれば痛くないけどね。ウルフ WLF、 そういうこと。ああそっか、なるほどね。何の略かなと思った。結構まんまだったね。ない、よし、ちょっと近くまで行ってみようか。ねえ見た？感染者がフェンス飛び越えた。ってことはあそこから入れる。なんと親切な。聞こえないね。なんなんだろう。ここら辺、ガソリンがまたいる。暗証番号ある？どうだろう。イースト1はないね、消えてたから。じゃあここ